カンコレ。カンコレ、始まります。超人気のカンコレを初見で実況プレイ。私、提督の和比太郎と申します。今回もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、暁の水平線に勝利を刻みましょう。提督が鎮守府に着任しました。これより艦隊の指揮を取ります。カゲロウ型駆逐艦8番艦雪風です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。我が精鋭艦隊が同行に戻りました。なんかさっき出したばっかりでまた帰ってきた感じ。ですね、本日はですね、ユーザーの、リスナーの方からですね、いただいたレシピで、これなら中戸出るんじゃないっていうレシピをいただいたんですよ。まあ、出るんじゃないって言い方じゃない、出ましたよっていう。これで中戸出ましたよってレシピで。で、僕の方も返信して、そのメッセージに返信して、で、じゃあやってみますって、こう、軽い気持ちで言ってたんです。で、そしたら、なんと、はい、どーん。一発目に、あ、これだと分かんないですね。一発目にですね、なんと、5時間来ました。一発目です。まあ、皆さん5時間でしたね。見ていただきましたが。新しい仲間が浸水しました。で、なんだろうな、こう、なんかの力が働いているのか。まあ、またオカルトみたいとか言われるかもしれないですけど、なんかこれがね、僕には長門なような気がしてならない。長門？長門ですか？どっちでいいんですかね、イントネーションは。これが長門だと思います。では、ゲットボタンを押します。理由はわかんないですよ。まだ見てないので。なんかね、こう、運命に導かれる的な何かを感じる。長門型戦艦2番艦が持つよ。ここまで持ち上げてもダメか、自分で。あまり火遊びはしないでね。お願いよ。4回中4回目か。マジで出ねえな。出ないっすね。まあとりあえずそのリスナーさんにいただいたレシピっていうのがこれなんですよ。いやでもリスナーさんには感謝ですけどね、こんな5時間を出せるレシピをいただいて。まあ運なんでしょうけどね。400、200、600、50、30、まあ若干重いレシピなんですけども、これでね5時間が出たんで、うん、あーほら出ますよ、皆さん見てください。4時間20分。お疲れ様です。はい、頑張ります。4時間20分って結構戦艦がなんか連発で出てますね。ちょっともう一回やろうか。もう重いレシピですけど関係ないな。ちょっともうちょっとやろう。せっかくだし。もうちょっとっていうか、こうデイリー分これで回しちゃおうかな。1時間。見よう。新しい仲間が浸水しました。あ、そうそう。この飛ぶのって、今見えてた段ボール、とことこう走って持ってくるキャラですね。この子ですね。この子が、こう、ジャンプしますよ。ぴょん、あれ？あ、今ジャンプしたかな？ちょっと今ジャンプしたと思うんですけど、わかりにくいですね。ちょっと一回これゲットしてから、もう一回見せましょうか。飛ぶのを段ボール持ってる子だよって言われて、ああ、そうなんだと思って。不装型、長度急戦艦、姉の不装です。妹の山城ともども、よろしくお願いいたします。戦艦はどれだけ持ってても困らない。あ、来た来た。ダンボールジャンプ。あ、ちょっとね。ちょっと外れますよね。このジャンプが、そうみたいなんですよね。さ、デイリーラスト分。いやー、なんかね、あんだけ自分で持ち上げてね、こう、長門がもう、こう、なんだろうな、天につかめるとこまで来てたようなイメージ。うん、ちょっと何ってかごめんなさい、わかんないかもしれないんですけど、この僕の、このね、頭の中ではもう長門がここにいた。肩組めるじゃんぐらいの勢いだったんですけど、あ、また4時間20分。すげえいいレシピですね、これ。今度山城さんかな。出まくりますね。
新しい仲間が進水しました。今んとこ何回5回やって4回戦艦また不走さんか。総型超度級戦艦姉の不走です。お疲れ様です。ちょっとここであれですね、もう一回だけ試してみましょうか。で戦艦出なかったら諦める、で戦艦出たらもう一回やるっていう、すごいギャンブル的要素、うん、もうなんか祭りのごとくこう使って回すみたいなね、このレシピ。はい、終わり。いやでも戦艦が非常に出やすいいいレシピですね。はい、新しい仲間が進水しました。せっかくだからこっちも見ましょうか。新しい仲間が進水しました。雪風さんの言い方がいいですよね、仲間っていうね。新しい仲間が進水しました。ちょっと言い過ぎかな。しょうがない。よし、もがみさん。僕がもがみさん。大丈夫。レアじゃないかな。今度は新しい仲間が進水しました。ちょっと出にくい感じの子ですね。うん。クマさんも出にくいですね。よろしくだクマ。はい。アンテナがあったっていうというところで、出なかった時のための。雪風改造。なんかコメントで雪風が、来週かな、来週の金曜日って書いてありましたかね、ツイッターで、アップデートで新しい駆逐艦が、司令ありがとうございます。ごめんなさい、正確には新しい駆逐艦じゃなくて、駆逐艦が回2になる、あのベイルさんみたいに、でそれがどうも雪風じゃないかっていうあのコメントがあったんですけどね。マジっすか。マジですかって聞き方ちょっとあれかもしれないですけど、マジなんですかね、ちょっと驚いてますけどね。最初見た時って思っちゃって、雪風ってそんなちょっとイメージがないというか、元から強いんで。幸運の女神のキスを感じちゃいます。あ、幸運の女神ね、はいはいはい、元からだから強いから、まあ、そうそうね、そんなに司令ありがとうございます、出ないと思うんですけどね、すぐにはっていうのが僕の意見ですね。なんでしょう、はい、司令官。では、序盤は結構あれな感じで時間を使ってしまったので、後半移りますね。後半は出撃する。ここはやっぱ長門が欲しいんで春日玉沖行っちゃいましょうか。それとも機関ヤマト、ちょっと原始的なやり方で決めようかな。この春日玉沖海戦か、サンゴ諸島沖海戦、これどっちか行きたいんで、で春日玉沖海戦を一旦この左の南方海域進出作戦だと思ってくださいね。いきますよ。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、なのなのな、何でしたっけ、鉄砲撃ってバンバンバン、卵が焼けたかな、とかそんな感じでしたっけ。なんか全然違うこと口走ってるかもしれないですけどね、なんか子供の頃こんな感じだったような気がする。よし、では、サンゴ諸島機械戦いきますね。今ので原始的なやり方で決めたんで、さて、いや久しぶりにちょっと恥ずかしいな。ではよし、戦艦陸奥、メンツはベールさん連れつつ、さすがに雪風だとね、いや待て、ここは従来操艦、おい出撃し、従来操縦要艦、質量を高めよう、出撃します、行くぜ巡洋、出撃する。で赤木さんと加賀さんちょっとダメージもらってるな。じゃあここは我が機動艦隊総流飛竜出撃します。
キラキラになってないけど。二光線出撃します。ちょっと空母がキラキラになってないのが気になるけど。お疲れさん。順陽さんに彩雲。順陽さんは今ヒヨさんと組ませてますね。組ませてあげてますレベルを、はい、え、何ですか。そうそう、艦船もな、作っていかないとな。ね、艦載機が落ちちゃいますから。今ソナーをちょっと作ろうと思ってて、三式のなかなか出ないんですよね。まあそれでちょっと頑張ってますね。三式ソナーを出すために。はい。ああ、うざい。北上さん、あ、提督何ですか。提督？で、この九一式鉄鋼弾三列目に積んであるやつなんですけど、3スロット目っていうのかな。これがどうしようかなって、なんかコメントでチラッと見たんですけど、副砲の方がいいよって、3連装のっていう意見があるんですよね。どっちがいいですか皆さん。ちょっと僕の中では分かんないんですけどね。まあヤマトのね、この胸にね、91式鉄鋼弾のあの殻みたいなのがついてるから、これをつけてるだけなんですけど、単純に。まあ、あんまりつけてる感もないんで、うん。どうがいいのかなって思って。まあ、今とこそこまで不自由してないんで、そのままでもいいのかなと思ってるんですけどね。よし。では、南方会議の3号小闘機改正いきます。ドロップで目指すは、随格かな。出撃します。あとは、新しい艦虫さんですね。はい。なんて名前だっけ。なんとか雲。秋雲さんでしたっけ。あともう一人が、名前は分かんないですね。なんかボス倒すと、あ、燃えちゃいます。なんだっけ、書いてあったな。バーッと行こうぜ。あのコメントに書いてあったな。秋雲と夕雲か。海のもくずとなりなさいな。なんかコメントで見て、あーって。敵艦捕捉。どっちの顔、どっちがどっちがわからん。あのなんか演習で見たのは赤い、赤だっけな、なんかね、赤い髪の駆逐艦らしからぬお姉さんみたいなのがいて、それが名前わかんないな。それだったような気がするな。どうよ、多分見かけてるんですけどね、そこまで全然なんだろうな、見てないんで、多分1、2回かな。あまり。軽空母、将法です。はい、ちょっと小柄ですけど、ぜひ提督の機動部隊に加えてくださいね。ちょっと薄いな、記憶が。わかんないですね。そんな感じだったような。ツイッターもどっち言ってたっけな、なんか出やすくなったよって。あのこの前の海域の方でボストロップで、あ、なんて書いてあった、秋雲だか夕雲だかなんかどっちかが出やすいですよみたいなことで書いてあったんですけど、この前の海域は敵が強すぎるんで、まあ、ドロップさせるとしたら僕はこっちの海域でドロップさせたい。はい、なんといっても随格さんがいるんで。いるんでって言ってもね、まだ見たことないんですけど、あのこの海域でね、僕は、はい、結構やってんですけど出ないですからね。はず。海のもくずとなりなさいな。さあ重なってしまったが、あ、そうかそうか、タンオジンだから当たらなかったですね。まあでも大丈夫です。敵艦ヤマトとかで全手法私投げ払え。なんとか倒せれば OK。 なんとかこの北神様、北神様大井さんの2人は倒してほしい。単装法って一石でもいいから。でも大変だと思う。おー強っ。ここで全力で叩くのさ。わあ、いい感じ。あと2発出るんじゃないですか。よろしくね。よし、オッケー。海のもくずとなりなさいな。相手の軽空母は攻撃の展開が遅いんです。え、まあ私はやっぱ基本雷撃よね。お、強っ。よし、攻撃隊発火しちゃって。まさかの落としたかと思った。あれ、ちょっとハイパーズ万能すぎないですか。いつずさんとかベールちゃんより、ある意味開幕雷撃撃って、でさらに終わりで雷撃撃ってくれるんで、なんだろう、活躍の場が広すぎるっていうか強すぎ、やっぱり。いやでもこれ修正きたらちょっと慣れちゃうな。もうこれ修正しないでください。このままで揺るぎません。大井さん、北上様ペアは
防御力が弱い代わりに攻撃力特化でいい。やっぱここでね、初めまして、トネ型2番艦チクマさんは嬉しいですよ。トネさんも嬉しいですよ。ここでちょっとねバランスを崩されちゃうとね、雷撃が例えば命中率低くなっちゃったとかだとね、ちょっとね問題があるんで、もうこのまんまのでいいですよ。相手やっぱりこっちはあれですもんね。おー強いとこいった。相手のこうなんだろうな、包囲網をくぐってボス前たどり着くっていうリスクがあるんで、一回機こうね中波大破っていう賭けになっちゃうと、砲雷撃戦って聞くとね、こうゲームとして成り立たないんで、ある程度こう一発目で蹴散らせるような編成を作れるような感じでしていただかないと、打ち合いで結構被弾しちゃうんで強いな。あでも2隻いましたっけ。あ結構やってくれた。重なるな、重ならなかった。ラッキー、オッケー。しかし戦艦が残ってしまった。やっぱ上にはいかない。ヤマト撃ってくれ。無理か。敵艦捕捉。うわー来る、回避。どうよし、ヤマト来た。砲雷撃戦で聞くと、私はやっぱ燃えちゃいます。今のは完全にクリティカル入った。攻撃隊発艦しちゃって、対空見張りも減として、よろしくね。一発2発で消せる。あぶね、やっぱヤマト装甲硬い、助かる。あでもこの硬いヤマトの装甲もね、簡単に貫けるのが相手フラッグシップ戦艦。第一機動艦隊の栄光揺るぎません。フラルの方が強いですかね、今のフラタちゃんより。どっちかというとなんか皆さんフラルフラルとかそっちの方が強いよみたいな。2連発。トネ型2番艦チクマと申します。結構確率的にはあんまありえないと思うんですけど、なんだろうな、こう時間によってテーブルドロップテーブルがポコーンって変わってるのか、たまにこう同じ艦がポコポコ出ますよね、時間間隔が短いと。そういうイメージがある。だからあの道中の海域でこうレアとか落ちるとボスでレアとか落ちやすいとかね、まあ、ないかな、まあ、でもそういうような気がしますね勝手に、はい、ではなんとかボスまで行けて、ボスドロップも、A 判定で以上で倒せれば見れそうです。砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。では敵艦隊発見、命中回避率アップして、相手はリンケージン、そして相手ボスは姫。これ硬いやつだな確か。鬼は硬くないんですよ。で戦鬼もそこまで硬くないんですけど、姫だけやたら硬いイメージがある。そして従順、あここで反抗戦、やっぱり、はい、攻撃は全然通らなかったんで反抗戦のような気がしました。反抗戦で姫を倒すなんてちょっときついかな。まあ A 判定狙いますか。ここは私砲雷撃戦で聞くと、しかし反抗戦とはいえ、空母の攻撃は結構通るんですよね、うん、まあ姫にあのダメージだったら通ってる方じゃないでしょうかっていうところで、他の敵もやってほしいですね。さあ巡洋さんが、あーうまく外してしまったが、飛龍さんがカバーする、駆逐撃破。そして大井さんが従順に攻撃当てるがまだ倒せない。危ねえ、あの姫の攻撃で結構大破してしまう可能性はあるんですが、なんとかなりましたね。さあこれは野戦モードに行くのか、なんとか野戦までにもう一隻撃沈したいところなんですが、従順か軽順どっちもいい。よーし、 OK、 従順落としてくれ。ナイス総流さん、こう行きたい時に行ってくれる。いやしかしミスってしまった。うわーくっそー、これでは A 判定が取れない。しかしここで雷撃来た、どうよ。素晴らしい、行くでしょうよ。さあ野戦行くでしょう。どこまで伸びるか分かんないけど、これで野戦行かなかったら男が廃る。さあ行け大井さん、 OK。 さあ姫攻撃来いや。ヤマトに来たが浅いな。ヤマトの2連撃コンボくらい。 OK、 やるしかない。 46cm 3連装砲でのコンボ攻撃で相手は死ぬみたいな感じですね。さあ翔平さん、久しぶりにこの回避でエース取ったな。少し晴れがましいですね。ヤマトはここでの MVP、 だんだん敵味が重なってきましたね。さあドロップは何かな。千歳です。千歳さん、日本では初めての水上規模艦なんだ。よろしくね。あの千歳さんを解体して水上規模艦の遠征できないよって時には非常に嬉しかったんですけど、はあ、やっと来てくれたって。ただ対空が上がる時点で非常に嬉しいです。しかしお疲れ様ね。こう何かしら期待できるドロップが来なかったのはすいません。これは私の力不足かな運不足かなっていうところですね。ちょっと嬉しい。提督も気になります。そう、足にいっぱいついたんですよ。って触りすぎなので提督に20発打っていいですか。はい、というわけでですね、皆さんこの度はご視聴いただきどうもありがとうございました。
次回はそうですね、皆さんおそらくなんですが、この動画を上げる頃には来週の新しい幹部さんが解任になる幹部さんというのが明らかになっている可能性がありますね。うん、わかんないですけどね。もっと本当雪風だったらどうしようかなっていう感じで、まだ手に入れたばかりで全然なんですけど、とりあえず何度も言いますけど、次のイベントおそらく11月中かな、あと1ヶ月か、なんとか長とあと1ヶ月で拾っとかないと苦しくなると思いますね。なんとか長と陸奥大和で臨みたい。相手が多分それ以上な気がするんで、あとはハイパーズですね。ハイパーズがどれだけ次の会議で回れるのかっていうところで、どうなるか分かんないですけどね。はい、では皆様ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。